今回はチャンネル登録者数8000人記念で募集した質問に答えていきたいと思います。東京グルの中で一番好きなキャラは何ですか？できれば理由も聞きたいです。これはオールですね。僕の YouTube のチャンネルアートがオール滝沢だと思うんですけど、なんで好きかっていうと、東京グールって結構拷問的なの受けて性格がガラッと変わったりするな、グールなって性格がガラッと変わったりするキャラが多いですよね。でその中でもとびっきり変化が大きかったのは滝沢で、金木も結構衝撃的だったんだけど、それ以上に滝沢がこうガラッと変わっちゃったから、そこにうまいこと惹かれたというか、若干さ、かわいいところも、作業着着てさ、ラボに行くとこがさ、めっちゃ可愛くて、そこがスコ。次、他のポケモンシリーズしないんですか？かっこ赤緑とか金銀その他もろもろ。ポケモンシリーズ始めたのが赤で、1,2,3,4 の世代やってきて、やってないのがね、第5世代のブラックホワイト、ブラックホワイト2世代やってないんですよ。だからその2つを、中古で買って、ストーリーだけでもね、殿堂入りまででも2つともやろうかなとは今考えてます。ただ時間がない。次。コンパスの方はどのような感じですか？ミクコラボでミク弾けなかったんだよね。だからだいぶモチベが下がってますね。はい。東京グル以外で何のアニメが好きですか？アニメはね、がっつり見出したのは高3のね、いつだろうな、冬ぐらいからで、多分めちゃくちゃもう見てるんだよな。でもやっぱアニメってさ、こうシーズンごとにもういっぱいいっぱいこう 20ぐらいかなでパッパッて入れ替わるから、うわめっちゃこのアニメいいじゃんって思っても、せいぜい覚えてられるのは半年ぐらい、半年したら忘れてるから。でアニメ今思いつく限りでこれがめちゃくちゃ良かったっていうのは、凪のアスカラ、あと物語シリーズでしょ、今度新しいの出るらしいけど、あとなんだ、あと4月は君の嘘、4月は君の嘘に関しては原作読めと か原作中も多分湧くと思うんで、両方見た方がいいと思いますね。であとヨルムンガンド、ヨルムンガンドも原作あるんで原作の方を読んでください。そんなもんかな。あとあれだね、トラドラとか、普通にテレビゴールデンタイムとか、ゴールデンタイムじゃなかったな、植木の法則とかも好きだし、ちょっと古いんだけどね。あとガッシュとか、デジモンとか、もちろんポケモンとか。ちっちゃい頃にね、見てたね、アニメをいいのが多いんだよね。最近ので言うと、進撃の巨人とか、そんなになってくるのかな。ネットで調べたらいいのなんていっぱい出てくると思うけど。俺が好きなのはそんな感じかな。思いつく限りでは。あとフェイトだね。次。おすすめの漫画。おすすめの漫画ね、俺が持ってるので言うと、スケットダンスはまずおすすめ。オレンジ、あとなんだ、スケットダンス、オレンジ、あとムヒョとロージーの魔法律相談所、ちょっと古いんだけど、10年ぐらい前の漫画ですね。あとはクズの本懐とか、そんなところかな。そんなところですね。次、今までで一番面白かったゲームは何ですか？一番を決めれないんだよ、俺の中で。ゲーム、これが一番っていうのは決めれなくて、だから、いくつもあるんだけど、とりあえず、ロックマンエグゼシリーズ、ゲームボーイアドバンスなんだけど、多分 Wii U とか、なんて言うんだろう、ストアで買えたりするから、まだそのストア機能が、機能として動いてるなら、ぜひとも買ってやってもらいたい。1から6まであって、僕は5をやってないんだけど、5だけちょっとシステムがちょっと違くて、買うのやめましたね。1,2,3,4,4.5 とかあるんだけど、シリーズのなんて言うんだろう、ポケモンの第何世代とかでいうナンバリング的な感じで言うと、1,2,3,4,5,6 がいいと思います。3と6が個人的には神でした。で、それがゲームアドバンス。で、64とかだと、ドンキーコング64とか、あと、星のカービィとか、あとなんだろうな。俺64で持って、あと、ポケモンスナップとか、ピカチュウ元気で中とかは、ガチでやってた。今まで一番面白かったゲーム、今やってるのが楽しいからな。普通にモンハンとかも楽しいし。
そんな感じですね。六枚エグゼはマジでおすすめ。あとテレファングです。テレファングって知ってるやつやね。テレファングっていうゲームがあってだな。基本的にポケモンの亜種って思ってくれればいいけど、テレファングはマジで面白いしクソ難しかった。以上。実況を始めたきっかけは何ですか。高校生の時にこのパソコンとそのゲームをキャプチャーする機材とかマイクとか揃えてたんだけど、なんて言うんだろう、昔 FPS にハマってて、その FPS のプレイ動画しか上げてなかったんだよね。で、まあプレイ動画にもちょこちょこコメントがつくようになって、やっぱなんて言うんだろう、動画投稿者ってコメントがつくとすげえ嬉しいのよ。いっぱいつく人も多分ちゃんとコメント見てるし、有名な人とかもね、僕みたいにクソ雑魚無名動画投稿者とかだったらコメントが少しつくだけでめちゃめちゃ嬉しいから、これ実況したらもっとコメントつくんじゃねって思ったのが実況を始めたきっかけですね。次、おすすめのアニメありますか。なんかさっき同じような質問あったと思うけど、おすすめのアニメか。あ、さっきは好きなアニメだったのかな。おすすめのアニメ、勧めれるって言ったらやっぱりトラドラとか、4月は君の嘘、あとはよすがの空とか、あとなんだろうな、まあ、あと物語シリーズ、小説とかね、読む人、小説とかなんかそういう、なんていうの、そういうのが好きな人が物語シリーズおすすめ。ただね、あのアニメは、なんていうんだろう、見る小説みたいな、見る、聞く小説みたいな感じで、すっごいトークばっかなんだよね。だから、小説が好きな人には、すごいおすすめ。あとは、わかんないな、ヒロアカとか結構面白いですね、最近は。はい、次。東京グールの中で、キャラで一番嫌いなキャラ教えてください。嫌いなキャラね、まあ、いないんだけどね、基本的に。いないんだけど、強いて言うなら木島式ですね。理由は完全にジェイル。次。東京グールのクイーン系は何が好きですか？まあ、俺はサソリとか好きだけど、最近で言うと銀クイかな。普通にかっこいいわ、あれは。次、グルカルが終了して久々にグルカルの動画を見たときに泣きそうになったりしませんか。まあ、泣きそうにはならないけど、いろいろとこう積み上げてきたから、込み上げてくるものはあるよね、この胸の中に。まあその、なんていうんだろう、懐かしい気持ちとかやりてえなっていう気持ちとかが込み上げてくる中、自分の声気持ち悪いんで、その気持ちは一気に消え失せますね。次、インボークから見始めて、今モンハンはそのコメントしなくて多いですが、モンハンの撮影とかでどういう風に行ってますか。偽トロキャプチャーです。インボークで一番来てほしいキャラは何ですか。草場。 FGO で好きなキャラは何ですか。好きなキャラはね、いっぱいいるんだけど、三蔵とか、あとニトクリスとか、理由はまあエロいから。次、僕のこと知ってますか。知りません。ピザの中で何のピザが一番好きですか。ね、俺ピザ食べないんだよね、基本的に。だから、スーパーとかコンビニ売ってるピザパンは好きだよ。次、今熱い漫画ベスト3。ってことは現在進行形で連載してるやつじゃないとダメなのか。熱い漫画ベスト3、まあ、とりあえず進撃の巨人かな。週刊誌だっけ、進撃の巨人って。そういう、なんて言うんだろう、雑誌系で見るのではなくて、俺は単行本派なので、まあ、すごく23巻の内容が、はい、気になりますね。まあ、進撃の巨人を第2位に置いたとして、第1位がやっぱりあれですね、連載終了した、あ、だ、ちょっと待って、第1位は、連載終了したって言ったらちょっとダメだな、第3位がヒロアカぐらいかな。ヒロアカ、第1位が連載終了したトラブルですかね。連載終了したといっても多分ね、なんて番外編みたいなの多分やると思うんでね。まあ、熱い漫画としては、まあ、違うところが熱くな、今までのガチャ動画で一番嬉しかったのはどれですか。まあ多分これは一番最初に UR 引いたひなみだよね。あそこの時はまだね、確率表記とか、確率が上がってない時、グルカルがね、まだ渋い時、めちゃくちゃ渋かった時の UR だったんで、本ひなかな。本ひなを引いた時は多分一番嬉しかったですね。次、人生で一番楽しかった時はいつですか。まあこれは高校時代かな。高校時代だね。なんか、なんだろう、あの3年、高校生の3年間って多分ね、人生で一番楽しい時期なんじゃないかなと俺は思ってる、個人的に。
だ中学生の時って結局小学校から、まあ、違う子もいるかもしれないけど、小学校からこうパンって上がるから、結局俺は田舎だったからね、もうメンツなんてほとんど変わんなかったの。あの隣町の小学校のやつらが一緒になっただけでもうすぐ仲良くなれるし、高校ってさそうじゃないじゃん。もう周り知らないやつらばっかだったじゃん。俺も実際高校行って俺の知ってるやつは一人もいなかったのクラスに。だからなんか高校がね一番楽しかったと思うんだよね。なんかさ楽しいって楽しかったってさ気づくのはさ、なんかスカイプの音なんだけど、楽しかったって気づくのって結局卒業間近になってからじゃない。中学ってなんかもう最初から最後まで仲いいから、あ3年間楽しかったなって思いつついけるんだけど、高校って本当になんかもう楽しかったなって思えるのが最後の最後になってから、あめっちゃ楽しかった、でもなんでこれもっと早く気づかなかったんだろうみたいな、うん、もっとなんで早くから仲良くできなかったんだろうみたいな。クラスが一つになりだすのってさ、やっぱりなんかその高3になってからとかそういうんだと思うんだよな。高2とかね、完全になんて言うんだろう、みんなが仲良くなるのって、うん、周り知らない環境だから。まあだから俺は高校の時ですね、まあ、大学も楽しかったんだけどね。うるさい上司や先輩にはどういう対応していますか？これはね、まあいろんなパターンがあると思うんだけど、自分に非がある場合はちゃんと謝った方がいいし、もうなんて言うんだろう、他人うるさいって多分何かとこうイチャモンつけてきたり注意したがりの先輩とか上司とかの場合は、まあ性格は変えられないから、うまくこう流す術をね身につけた方がいいと思うね。まあ人それぞれやり方はあると思うんだけど、まあなんて言うんだろうね、その人に何か言われたら、まあ素直にっておかしいかな、うん、謝って、まあなんて言うんだろう、まあ、とりあえず謝っとけばこの先輩はこの場は流せるみたいな感じの考え方で、うまく乗り切る術を、はい、つけましょう。自分に非がある場合はね、ちゃんと謝ればいいし、もしなんか理不尽なことでイチャモンつけてくるなら、ちゃんと反論はしないといけないんじゃないかなと俺は思いますね、うん、自分にストレスを蓄積させたらいけない、我慢してはいけないと僕は思います。って言っても難しいと思うんだけどね、そういうのは。やっぱり目上の人から言われるっていうのはなかなか反論しにくいと思うし、でもやっぱそうやって自分がどんどん追い込まれていくから、社会人は難しいと僕は思いました。次、FGO で今一番欲しいキャラクターを教えてください。今一番欲しいのはギルガメッシュですね。3万ぐらいかな、引けなかったんでね。ギルガメッシュ欲しいですね。動画投稿のきっかけを教えてほしいです。まあその FPS にハマってた頃、どっかチームに入ろうと思って、チームに入るには動画を上げなきゃいけなかったんだよね、 YouTube 用のアカウントを作って、まあ、それが動画投稿のきっかけなんだけど、そうだな、まあそんなとこかな。結局なんか FPS やんなくてもいずれ動画投稿はし始めてたと思うんだよね。個人的に昔からゲームの実況動画とか見るの好きだったし、まあ多分 FPS はまあたまたまってだけで、動画投稿のきっかけなんていうのは多分なんだろう、動画実況動画を見始めた時から動画投稿することは決定してたみたいなことが多分自分の中であったんだと思う。次、ポケモンのレーティングを始めたきっかけを教えてほしいです。これをね、やっぱあのポケモンのレートの対戦実況を自分がずっと見てたっていうのもあって、でもさやっぱレートってこう敷居が高い感じがあるんだよね、みんな知識がないとできないし。でもねやっぱこう読み合いとかにこうなんていうの、読み勝って相手にこう一発入れてやった時とかってすごいこううおーってなんじゃん。あの喜びを自分でもう味わいたくてレートの、始めましたね、地獄ですね。ポケモンで一番どのポケモンが好きですか？自分はバンギラスです。まあこれはずっと言ってるんですけど、ゲンガーですね。インボークにこれから一番期待してることは何ですか？バッテリーの減りをどうにかしてほしいってことですかね。とまあ質問にはお答えしたんですけど、まあこれよりもっとたくさん質問来てたんですが、まあ一番多かったのが東京グールのキャラで一番何が好きですかといった質問ですね。はい、まあ質問動画はこれから定期的にやっていこうかなと思うんですが、まあね今回答えたのでもうほとんど全てでしょ。なんで、
これからは適当についたコメントを俺が拾ってたまにこうやってまとめとして出すぐらいですかね。はい、というわけでお疲れ様でした。また次回の実況動画でお会いしましょう。